魂ブレードだけでは闇の扉は閉じられん。キングダムハーツよ、私に闇の力を。違う、キングダムハーツはどんな闇も消し去ることのできる心、光なんだ。なぜだ、なぜ光が。扉を閉めよう。ダメか。諦めるな。何してるソラ、一緒にこいつを閉めるんだ。わかった。ソラ、カイリー、俺はいつでもそばにいるよ。これからもずっと、必ず絶対帰るから。約束だよ。どんな時だってたった一人
いやー、終わりました、終わりました、終わってねえけどね、終わってねえけど、あー、とりあえずエンディング、やっぱりこの光が流れる瞬間ってのはこうゾクッとするもんで感動しますね。おーってなりますね。で、アンセム戦の時に思い出したんですけど、百栄館の森に行ってないっていうね。終わったら行きます。で、もう一回エンディング見ます。すると、あのスペシャルムービーが確か出るはずなので、アンセムレポートも出さんといかんかったんかな。その辺があれなんですけど、特にそういうのはないんですかね。一応そのアルティマニアのシークレットっていうのがあって、シークレットページっていうのがあって、シークレットスペシャルシークレットっていう動画をまあ、ちょっと見れるところがあるんですけど、ハデスカップで優勝することと101匹ワンちゃんを、全て集めること、助けることと、ワールドを全ての物語を終わらせる、要するに100栄冠の森もちゃんと終わらせてねっていう、この3つをやっておけばシークレットムービーが流れると。で、そのうち100栄冠の森を終わらせてないのでシークレットムービーは出ませんが、この後シークレットムービーを出すために百栄冠の森をクリアしてきます。まあ、百栄冠の森はアートレスも出てこないですし、ミニゲームなのでサクサクっと終わるかなと思います。ここからはエンディングどうなんですかね。 1.5HD バージョンっていうわけでもなさそうかな。リメイク版のエンディングって最後の方にそのリメイクしたスタッフがスタッフクレジットが流れるんですよね。まあまあ、エンディングは見ました、見てますが、ここから先のプランとしては、まあ、百栄冠の森を全て、百栄冠の森をクリアすること、鍵穴を閉めることと裏ボスですかね。ファントムってオリジナル版にもいたんですけど、ネバーランドの時計台のところで出てくるちょっと魔法を駆使して戦わんといかんやつがおって、まあ、そいつを倒して、で次アグラバーの裏ボス、アグラバーの裏ボス行ったら、今度はこいつか、ファイナルファンタジー7のラスボスかを倒しに行きの、フォロワーバスティオンにも裏ボスが出てるので、そういつも倒しに行きのと。でおそらくレベル上げとかは、やるかな、どうやろう、動画に残すかな。ひょっとしたらライブ配信で、実況なしのライブ配信を垂れ流ししてる可能性もあります。まあまあ、その辺はやりながら考えたいなと思います。まずは百栄冠の森を
クリアしていきます。100エーカーの森をクリアした後、ネバーランドに存在するファントムを倒して、ネバーランドのアイテムをちょこちょこ回収しつつ、アグラバーの裏ボスという流れでいきたいなと思います。あとはあれか、オリンポスコロシアムの時間制限か。あれもね、コツを、あ、この辺声優や、すげえ知ってる名前が最初の方に出てきて、後の方の名前があんまりわからんねんけどね。T だって森田和成さんか。まあできればコメントでその時間制限のコツを教えていただきたいなと思います。まあとにかく1回目のエンディングは迎えれたのでよかったかな。最後に締めとしてまたあのアンセム倒しに行きますので、全ての裏ボスを倒してからまたそのシークレットムービーを見るためにアンセムをもう一度倒しに行きます。でもあれはね、キングダムチェーンにしとってよかったかな。よかったね、最後王様と同じ装備でこう扉を閉めるっていうのがよかったですね。オリジナル版はもう確かラビアンローズのまま挑んだ気がするので、ムービー中キングダムチェーンに変わったかな、なんかラビアンローズやった気がするんですよね。で、あー閉まらねえなーって思ってたの。まあなんとか思い出せて装備も変更できたので良かったかなと思います。リクと王様を迎えに行かなきゃ。でも光への扉なんてどこにあるのかな。今までどこにいたんだい。それ王様の。お前王様に会ったのか。あや、みんな行こう。ゲームクリア、かっこビギナーか。とファイナルミックス、よし、ジエンド。とりあえずね、この一枚絵は多分オリジナル版でもちらっと話はしたと思うんですけど、変わったっけ。
プラウドモードやったらこれが変わるんでしたっけ。難易度によって確かこの一枚絵が変わったような気がしますが、僕はノーマルでやったのでこれやったかな。どっかにあったと思うんですけど、アルティマに載ってなかったかな、この一枚絵に関して。ビジュアル画かな。あったかな。これか。違うね。どっかに乗っ取った気がするんですよね、アルティマニアの。あれはチェインオブメモリーズやったかな。まあまあ、とにかくジエンドでございます。はい、タイトル画面に戻ってまいりました。で、僕はファイナルミックスをプレイしたので、ファイナルミックスの、トロフィーがもらえてるんですよね。で、プラウドが一番難しいやつで、これクリアはクリアマークとか使わんかったっけ。使わないんですね。ここにラストエリクサーがあるのをね、すっかり忘れとったんで。で、ラビアンローズに戻ってますね。で、ここでセーブをしといて、ではでは次回100エーカーの森をやってファントムを倒しに行きたいなと思います。エンディングは迎えましたが、まだまだ続きますので、よかったら次の動画も見てください。ペンギンでした。